最初のターゲットは富士山です。道志道を通って富士吉田を目指します。まずは夜行の長男のアパートから鶴見川沿いに進みました。津久井湖から先がいよいよの道志道なんです。やっとの思いでね、道の駅道志に到着。18時近くになっても混んでました。誘導の警備員まで出てるんです。これでは勝手にテント泊は無理っての、結局道の駅の少し先にあった水の元山荘キャンプ場で今日の自転車旅を終了しました。